はい、柏市より NHK をぶっ壊すということで、令和3年2021年4月の15日木曜日です。時間は19時44分であります。よいしょ。 NHK 党の大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、今日ツイッターをですね、何気なく見ていたんですけども、そしたらこう なんていうんですかね、こういろいろこう流れてくるわけですよ。ね、なんて言えばいいんだろう、アーカイブって言い方するのかな、なんて言い方するんだろう。まあ、とにかくツイッターを見てたんです。まあ、そうしたらね、学生さんがね、まあ、ツイートをされておりまして、まあ、なんか、まあ、NHK と放送受信契約をされたというね、学生さんのツイートだったんです。で、そのツイートの内容によると、まあ、テレビは設置していない。だけども、設置していないとは書いてなかったな。要は、テレビ買ってないんだけども、NHK と放送受信契約したと。で、理由は、学生で、受信料免除になるから、まあまあ、テレビ持ってないけど、まあ、いいかっていうような、多分軽いノリでね、契約されたのかなというふうに思われるようなツイートだったんですね。で、そのツイートに対して、まあね、よく、見かける方なんです、まあ、よく見かける方っていうのは、まあ、N 国党、あ、ごめんなさい、NHK 党だったりね、我々、NHK 党議員のことを応援していただいている方と思われる、まあ、応援していただいてるんですけど、まあね、その方の、ね、ツイートだったんですけどね、まあ、その学生さんと、NHK 党を応援していただいている方のツイートの、ね、やり取りがちょっと見れたんですけども。まあきっとね、その NHK 党を応援していただいている方は、まあ、当然ね、知識もあって、日頃ね、我々の動画をご覧いただいているからこそ、まあ、そういうね、こうあまりこう NHK に関する知識のない方に対してね、アドバイスしたくていろいろこう一生懸命アドバイスされている姿を見ててね、まあ、なんかこうありがたいなというふうに思ったりもしたんですけども、まあ、やっぱりね、学生さんはね、そんなにこう NHK に関する情報もね、やっぱないしね、今現在、受信料免除だからお金も払う必要もないという状況なので、あまりねそこまで、なんだろう、こうあまりこう問題視していないというようなことがね、受け取れる内容のツイートではあったんです。で、最終的にはね、まあまあおそらく、近い未来テレビも買うだろうから、まあまあいいかなみたいないうようなね、お話をされているツイートをね、こう一瞬の流れのツイートを見たんですけども、まあ結構ね、やっぱりこう今4月ということで、新しい生活を始められた方、まあ、新社会人の方も含めてね、新しい生活を始められて、なんとなくであったり、強引に求められたからという理由で NHK と放送受信契約をされた方いらっしゃるかと思います。で、改めてね、この NHK と受信契約されたこの学生さんね、今回そのツイートで取り上げた方以外にも当然いらっしゃると思います。はい、ぜひね、その NHK の受信料免除されてるからといってあまりね、問題を先送りすることなく、今の現状どういう状況になっているのか、自分自身がですよ、自分自身が今どういう状況になっているか、そして、それこそ近い未来、今は受信料免除だけども近い未来どのような、未来が待っているのかということをね、お話しさせていただきたいというふうに思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、もう一回言います。 NHK と放送受信契約をされた学生さんに向けての動画ということになります。今ね、例に挙げた学生さんは、NHK の放送受信料免除になっております。で、なぜ免除になってるかというと、 NHK には、日本放送協会放送受信契約受信料免除基準というものがあります。で、その免除基準の中には、まあ、全額免除と、ね、半額免除というものがあります。で、学生さんに関しては全額免除という対象になっています。まあ、具体的にどういうことかというと、当然学生さんであることがまず条件の一つ
これももう当然のことです。それとあと、奨学金を受給されている方、奨学金を受給されている方で、そしてまた一人暮らしを始めている方、親御さんとね一緒に住まれている方は別として、親御さんと離れて、お一人で住まれている方、一人暮らしをされている方で、当然のこと、放送受信 NHK の放送をね受信できる機器を持っている方、そういった方が、受信料の全額免除の対象になりますよということになります。結構ね、一人暮らしを始めた学生さんに対して NHK の集金人はこういった、奨学金もらってるんであれば、受信料免除になりますんで、最近こういう言い方してるか分かりませんけども、登録してくださいというような言い方をしてね、名前、住所、電話番号を書かせるわけです。はい、ぜひね、ちゃんとね、正しい情報を NHK 集金人からもらって内容を理解し納得して契約してるんであれば、当然我々文句言うつもりありませんよ、言うつもりありません。だけど、ああ受信料免除なのか、え、お金払わなくていいのか、何、登録契約よく分かんないけども、とにかく名前と住所電話番号書けばいいのね、じゃあ書きますよ、こんな軽い気持ちで書いてしまったということであれば、これ後々後々になってね、痛い目合いますよ。ちゃんと理解してくださいね。そういった方に対しての、注意喚起といいますか、この後どういうことになるかってことをお話しさせていただきます。ね、今現在学生さんであり奨学金をもらっている方、先ほども言った通り受信料全額免除です。ですけども、当然、何年後か分かりませんよ、4年後、順調にいけば4年後でしょう。学生さんがね、学校を卒業して社会人というふうになれば、当然学生ではなくなるわけです、ね、社会人になるわけですから、学生さんではなくなる、ね、学生でなければ当然奨学金、これももう関係ない話になるわけですね。こういう状況になった場合、当然その翌月から受信料発生することになります。はい、これをちゃんと理解されている方がどれぐらいいらっしゃるのかなというふうに、私思いました。少なくともね、例に挙げた先ほどのね、ツイッターでのやり取りの学生さんに関しては、テレビ買ってないってことは、すなわちテレビを持っていない、部屋にテレビを設置していないというふうに思われる学生さんです。にもかかわらず、なぜか分かりませんが、 NHK 集金がきっと訪問してきたんでしょう。訪問をしてきて、名前と住所電話番号書いてくれ、ね、お金かかんないから、奨学金制度ね、奨学金もらってたら受信料発生しないから、ちょっと書いちゃって、ちゃんとこれ書いた後、ね、免除申請もしてくださいねっていう説明を受けたんでしょう。きっと何も考えずにね、受信料発生しますよ、学校卒業したらっていうことなんです。はい、で、いやいや聞いてなかったよ、困ったな、どうしよう、やっぱり解約しようかなっていうふうに思われたのであれば、対処方法あります。どのように対応したらいいのか、これか、はい、まず、先ほど例に挙げたね、学生さんはテレビ買ってないってことは、テレビ持ってないんでしょう。だから、これはいいとして、テレビを持っている方で、学生さんでね、テレビを持っている、でも、学校卒業したら受信料払いたくないよっていう方は、テレビ捨ててください。スマートフォン、もしくは携帯電話、ワンセグ機能がついているものであれば、ワンセグ機能ついてないものに変えてください。学生さんなんでね、テレビ、ごめんなさい、学生さんなんで車を持ってるって方は、かなりの少数派だとは思いますけども、もし、車を持っていらっしゃってカーナビが映るのであれば、カーナビ撤去してください。はい、で、お持ちになっているパソコンの中にもしね、チューナーがついてるんであれば、テレビをね、放送を受信できるね、チューナーがもし入ってるんであれば、チューナー付きじゃないものに変えてください。はい、
そうすれば、こういう状況で NHK に言って解約させてくださいと。NHK の放送を受信できる機器というものは一切ありません。だから解約させてくださいというふうに言えば、NHK はよほどのことでない限りは、ね、アンポンタンなやつが電話対応していない限りは、基本的には解約応じてくれるはずです。はい。もし解約に応じてくれなければ、お電話ください。対応しますんで。はい。概要欄とかにね、書いてあります。私の住所、私の電話番号であったりだとか、NHK 等のコールセンターの番号も書いてありますんでね、そういう状況であれば、もしお電話くださいね。はい。で、テレビをするという場合には、いろいろあると思います。リサイクルショップに持っていくとか、素材ごみとして捨てるとか、お友達に譲渡するとか、ね、あると思います。リサイクルであったりだとか、素材ごみ出す場合には、それに出した。と分かる証明書というものをしっかり保管しておいてください。そしてお友達、知り合いに譲渡したという場合には、その譲渡した先の住所、名前というものをね、NHK に伝えなければならないので、必ずね、その譲渡した相手に対して、これ NHK に譲渡したっていうことを言うことになるけどいいかということをちゃんとね、確認してからあげてください、テレビね。はい。で、まあ、スマホはこのままですよ。もうワンセグ機能ついてないものに変えていただくと、これで大丈夫です。でカーナビもね、アンテナさえ取ってしまえば大丈夫だと思います。柏市のね、救急車とか消防車にもねカーナビついてますけども、アンテナ線を取って NHK の放送、要はワンセグ機能、フルセグ機能を使えない、カーナビというふうに変えて、それを取り付けて、今運用しているというのは聞いておりますので、ぜひね、ワンセグ機能は映らないようにしていただく、取り外す、どちらかしていただければというふうに思います。で、もうチューナー付きでないパソコンに変えていただくということが必要ということになりますので、よろしくお願いいたします。で、何度も言いますけども、先ほど繰り返したね、繰り返し言っているその例に挙げた学生さんはね、そもそもテレビは持っていないにもかかわらず、契約されているということで、おそらくね、NHK 等を支援していただいている方はね、こう、多分コンセンス丁寧に教えてあげたんだと思うんですけどもね、まあ、なかなかその、被害を受けているんだけども、その被害を受けているという自覚がない以上は、なかなかね、そういったアドバイスってことをね、言われたところで、別にいいよ、そんなの。っていうふうに思われてしまう方が多いです。まあ、例を挙げるとね、ね、まだまだ若くて、元気な活発な、20代ぐらいの男性が、ね、まだ髪もふさふさでね、抜け毛なんて全然気にしてない学生さんが、ね、学生さんに対して、ね、つるっぱげの男性が、お前今のうちからちゃんと、ね、頭皮のケアをしておかないと、お前50代60代70代になってとんでもないことになるぞって言われたらもうピンとこないでしょ。一緒ですよ、それとね。やっぱり被害を受けてるとね、危機感を感じてない以上はもう何言ってもね、正直ね、耳に入っていかないので、そこはもう仕方がないです。そういったね、目の当たりになってからどうすればいいかというふうにね、気づいてくれればいいと思いますんで、まあ、そこまではね、温かく見守ってあげていただくのが一番いいのかなというふうに僕は思っています。まあでも唯一ね、やっぱ言うとね、テレビ持ってないのになんで契約しちゃったのかなっていうふうな思いはありますけどもね、まあ、そこはね、まあ、温かく見守ってあげたいというふうに思いますし、まあ、その学生さん曰くね、まあ、いずれきっと、テレビを買うだろうから、どうせ一緒だからまあいいやというふうな、ね、思いも持ってるそうです。ただやっぱりね、学校を卒業してから、そういった思いで、同じ思いでいられるのかなっていうのは、気持ちというか思いはありますけどね、僕的には。はい。まあ、そうなった時にはね、まあ、NHK 等のことをね、知っててくれて、ちょっと相談してみるかという気持ちになってくれたら、なってくれたらいいのかなというふうな思いで動画を作りました。はい。まあ、何かあればいつでもご連絡ください。よろしくお願いいたします。以上です。柏市より NHK をでっこわーす。